とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はコメントいただきました。ありがとうございます。この、怒り系に、パワーシェイカーを合わせると、むちゃくちゃ強いですよ、というコメントもらいました。で、そんなはずはないよなと思ってたんですよ。まあ、怒りとパワーシェイカー、そんなに合わないし、まあ、パワーシェイカーで出せるダメージなんて知れたもんだろうと思ってたんですよね。で、今回のアップデートで、パワーシェイカー、情報修正されました。ダメージが 1.5 倍ぐらい上がったんだよね。前は150万ぐらいだったけども、それが230万と、なかなかダメージが上がってるのよ。でも、これダメージだけじゃなくって、もう物自体が、変わってますね。一度使ったけども、これ変わってる。前は、これ叩きますよ。攻撃します。そうすると、この武器の先端あたりが、弾けて、その周りにいるやつにダメージを与える感じだったと思います。そうだよね。でも、これね、仕様が変わって、当たった敵全部が爆発するようになってんのよ。まあ、この、覆われた怒り、ものすごい攻撃判定があるじゃないですか。で、それで当たったやつ全体が、ボボボボボボーンって爆発すんのよ。なので、この攻撃判定が多い武器にすると、パワーシェイカーがものすごく強くなるんですよ。これはね、ビビった。まあ、とりあえず、どんな感じなのか、やっていきましょう。わかりやすいところがいいね。ここが、わかりやすいかな。ここで、ちょっと、やってみまーす。それでは、行きましょう。確か、パワーシェイカーは前はあれだったよね。一体だけっていうか、その武器の先っぽだけが爆発する感じだったんですよね。完全に変わってんのよ。まあまあ、ここら辺で撃ちますよ。わかる?ボボボボボボってなるでしょ。で、これ一個一個に200万のダメージがつくのよ。200万っていう感じでドドドドドーンってなるんで、すごいんですよこれ。でしかもこれちょっと時差で発生するので、後ろから来た敵に、それが当たったりして、めちゃくちゃいいんだよね。でパワーシェイカーってウィザーで HP 回復するでしょ。これはね相当やばいかもしんない。今までが、まあ、ドラやら、あとはエリクサーのカバンか。あれで、まあ、大体使ってたと思うんですけども、これね、パワーシェイカーの方が、強いと思う。ものすげえダメージ。なんだろうね。わけわからんダメージが出る。し、範囲がさらに、もともと広いんだけども、それがさらに広がった感じになるので、まあ、死ににくいよね。ドーンと当てて、あそこの周りがドドドドドンっていく。ここら辺になると、ボボボボボンと。いや、これ、すごいよ。エフェクトが若干地味だから分かりづらいけどね。これ、エフェクトを花火みたいにするとすごいと思う。ポポポポポーンってなると思うけどね。まあまあ、エフェクトは地味ですよ。エフェクトは地味だけども、破壊力は抜群。まあ、もともとのね、怒りが強いし、で、それに、プラスで、ダメージと範囲がついた感じ。です。あ、もうボスだね。行きましょう。ちょっと待って、もうちょっと見せていきたいよ。行け。すごい。いやいや、地味だから分かりづらいけど、でもすごいのよ。やってたら凄さが分かるんだけどね。このパワーシェイカーの、このどんどんなる感じが。もうちょっとエフェクト派手にしてもらってもいいんですけどね。あ、でも派手すぎたら見えないか。
これにパワーシェイカーに、力のポーションが入ると多分すごいのよ。うん。でも絶対ね、セットはこれで決まりでしょうね。パワーシェイカーにキノコ。うん、なので、エリクサーのカバンを入れることはないかな。まあ、ボス戦でもいいよね。うん。プラスで、200万を与えていけるので、全然いい感じにダメージも与えれます。いやー、やっぱりね、今回、爆発っていうキーワードだよ。爆発。このパワーシェイカーも、パワーシェイカーを起動すると、近接攻撃が数回モブを爆発させるなのよ。やっぱり今回、爆発っていうワードが入ってるのが、ものすごい強くなってるみたいですね。うん。まさかパワーシェイカーがここまでなるとは思いませんでした。これはめちゃくちゃ強いので、ぜひ一度試してみてください。感動すると思います。はい。ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。